アルベルト・ラモン・ゴンザレスは、ベネズエラのスリア州マラカイボ出身のプロ野球選手。右投右打ち。デトロイト・タイガース傘下に所属。2002年にアリゾナダイヤモンドバックスと契約。2007年1月にランディ・ジョンソンとの1対4のトレードで、ルイス・ビスカイーノ、ロス・オーレンドルフ、スティーブン・ジャクソンと共にニューヨーク・ヤンキースに移籍。2A や 3A でプレーし、ロースターが拡大された9月1日にメジャー初昇格。同日のデビルレイズ戦で8回からデレク・ジーターに代わってショートの守備に入り、メジャーデビュー。9月27日のデビルレイズ戦でスコット・カズミアーからメジャー初ヒットを打った。同じ試合でチームメイトのブロンソン・サルディーニャもメジャー初ヒットを打ち、ヤンキースでは27年ぶりの2人の選手が同じ試合でメジャー初ヒットを記録した。2008年7月31日、ジョニー・ヌニエスとの交換トレードでワシントン・ナショナルズへ移籍した。2008年から2011年まで3年間控えとして活躍した。2011年3月28日、金銭、エリック・デイビスとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。12月9日にテキサス・レンジャーズとマイナー契約を結んだ。2012年は24試合の出場に終わった。10月4日に FA となった。11月21日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2013年は開幕ロースター入りしたが、4月19日に DFA となる。5月10日にトレードでニューヨークヤンキースに復帰。5月18日にDFA となる。10月1日に FA となった。12月13日に古巣パドレスとマイナー契約を結んだ。2014年4月に解雇され、その後はメキシカンリーグのレイノサブロンコスでプレー。2015年もブロンコスと再契約したが3月2日に解雇となり、6月26日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結ぶ。オフに自由契約となり、12月15日にマイナー契約でタイガースと再契約。ありがとうございます。